そうだ。もう延長枠、この時間にやることないから。そうね。いつも朝やってるから やめまーすって言って手動で切ってたけど。そっか、もうチケットが、ないのかな。増えてたりしないか。実は、ないね。いや、コントローラーでゲームやるって面白いんですね。なんでこんな簡単なことにも気づかなかったのかしら。最初のとこですよね。はい、どうも。はい、どうも。8.6秒バズーカです。お願いします。戻ってきてみると、あんちゃアんイいテつムもの、のやってあげて。じゃあ、いつものやっ何ヶてあ月げ返て。す日。お、聞きたいか、俺の武勇伝。オフ会100人来るやろうな、すごい。オフ会当日参加者0人。来た時ってこの辺も通ったか。この辺がさ、うちの近所のね、近所じゃないけど、バンダイ書店っていうお店の入り口にどことなく似てる。ちょっとね、ちょっとだけ似てる。親近感を覚えました。ほら、ほら、え？結構やばいところ住んでるんですね。関係者が身近にいる可能性。結構やばいとこ、お、来れた。難しいな。椅子の上にあるものを踏み潰すっていう。そういうのあるよね。もうカンナギの、さあ、あの、アニメの、映ってる場所とか、めっちゃ地元だから 徒歩5分とかのところとか映ってたからな。下手したら、家の前とか映ってるかもしれん。そういうのはたまにあるよな。すげえ、綺麗だなぁ、このゲーム これあれだろうな、目の肥えてる PS4 とかでやってる人はクソグラオツとか 3DS 界わらわらとか言うんだろうけど、いや俺一番最近やった FPS マラソンなんでもっと綺麗なとこあるやで。ほんと綺麗だわこれ。ああ、回復が、でももう持てないけど、バランス考えるとこれでいいか。取っとこう。これ船の中だろ。後で取りに来れるんじゃないか。メトロイド形式で違う星に行くんだな。ん？やべやべ。取れなくなった 回復アイテムが取れなくなった。おーい。回復アイテムが。やっちまったな。おーい、取っといたのに、あとの、いちごケーキの最後に食べるみたいに、取っておいたのに。おー、すげえ、来てる来てる。勝手に動くな。動く勝手に スティックのせいで。
あれだけの火事に見舞われて俺体力ほとんど減ってないな。間違えた。無事か。ああ、シャトルが終わった。もうおしまいだわ。こいつらはどこにいるの？本社にいるの？それともここにいるの？はぐれてるだけ。重役クラスの厳重なロッカーがかかってる。ベンジャミン・マシャス死亡。あ、持てない。はぐれというか別行動やで。別行動してんのか。会議室にいるのかと思った。ノーノーと。リグを見つけてくれ。What is that? Who's that? おー。やってるね、向こうでも。盛り上がってる。持てないんすけど。ああ、これしか持てないんだ。なんか、装備のバランスはすごくいいんだよ。すごくいいんで。リロードしちゃうっての手だな。お、いいね。事件は会議室でも起きているということですね。うん、事件は会議室でも起きてるんだ。正義の反対は悪じゃない。また別の正義なんだよ。みんなやられるんだ。おしまいだ。みんな死ぬんだ。こっちにも衝撃が来た。お、セーブあるじゃん。この4つのセーブを使い回していくんで、セーブ4個縛りでやってきます。使えるセーブポイントはたったの4個。どっちだ。トイレ。ここは多機能トイレです。向かって右側が男子トイレ。なんもないな。これ大事な大事なアイテムな気がする。使っちゃえ。おお、3本セットだ。へえ。外雨降ってますね。どうしましょう。明日ゲーセン行けなくなっちゃうよ。参ったな。エナジー、こっちか。ゲーセンに傘持ってって持って帰ってきたことない。それは傘持ってったことないんでしょ。論理学取ってるからちゃんとわかります。傘持ってったことないんでしょ。お、ストア。へー、購入と保管庫。ホームいいね。ここに住むか。みんなで。電車も来そうだし。来てるし。よく見たら。学校帰りのバス待ちの時はやばかった。やばかった。ゲーセンの備品として美味しくいただきました。それなんか傘のリレーみたいになるんじゃない？傘忘れたーっつって。
別の人が使って、あ、忘れたーっつって。ビニール傘は共有財産としてあちこちに置いとけばいいと思うんだけど。で、ない時はない、ないのに気づいた人が買う。プレゼント交換みんなやったろ？プレゼント交換とかやったことねえよ。リア充かよ。自転車のタイヤは1ヶ月に1回ペースでパンクしてた時期あったけど、まあそれよりも1週間に1度ペースでパソコンがぶっ壊れてた時期が。買えないよな。自分のが回ってきた思い出。高エネルギーの鉱物の買ったって何？同じじゃん。同じものじゃん。自分のが回ってきた。悲しいなぁ。それはポータル大会かなんかでやった気がするわ。今回の大会はなんと景品も用意していますって言って、自分で優勝するみたいな。つって、キャリーオーバーですね。でね、俺は言ったんだよ、これ自分のなんだけどって。これ自分のなんだけど、つって。そしたら、おかしいな、これ自分のなんだけどな。そしたらさ、そしたら、やだな、やだな、おかしいな、おかしいな、移動できます、移動できないじゃん、どうやって移動するんだ。移動したい。相手がもらって喜ぶものを選んだんだろ。ノーモードも買えるのか、これ大事だな。じゃあ自分でも嬉しいだろ。だってよ、相手がもらって喜ぶものを選んだんだろ。あ、武器買えばよかった。あ、地雷とスライサー、スライサーか。ライフル。ラインガン来たー。ラインガン来たーなの。買うよ、じゃあ。と一応言っておく。騙されたー。倉庫はどうやって使うんだよ。えい、移動できないんだけど、どうやって移動すんの。移動できます。できねえじゃないかよ。強化しよう、強化。強化ってどうやるんだ。あ、違う、強化する場所に行かないといけないな。ボダランの癖でどこでもできるのかと思った。例えばこういうところでな、コピー機みたいな。どれ強化すべきかな。体力かな。体力を強化しておきたいな。なるほど、強化できない。酸素って何？
なんだこの家らしい配置。アイザックくん、この書類を全部コピー明日の朝までにお願いね。お願いね。わかりましたって言って、次の日の朝、すいません。僕のペースだと、あと1時間で終わらないんですが。使ったことないし、とりあえず取っとくか。いや、でも、まあそうか。取っとくか、とりあえず。わかんねえ。どれが使い勝手いいのかわかんないかな。あと1時間とか頑張ってるやん。いや、だから、あれですよ。明日の朝までにお願いねーっつって、朝8時に来て、よし、やるかーっつって。すいません、終わんないんですけど、みたいな。あ、なんだなんだ、地雷か。これ強いの？これリロードは？あ、びっくりした。な、急に切れる若者。あ、これ、同じじゃないんだ。今のはラインガンのセカンドショットな。いや、これだってあと4発しかないよ。使ってみる？一発だけ。バーン、当たれば一撃。はい、もう弾ない。そんなバカな。なんで武器が普通に売ってるんだ？ん？どういうこと？ここで買った方が安いじゃん、こっちで買うよりも。中古なの？ここにあるのは。あ、所持品か、これ。武器ですし、工具ですし。所持品か。これ、間違えた、罰で選ぼうとしてた。部品か。俺、ゼノギアスでも似たことやってたわ。お、いいもんあるやーんつって、全部買おうってって全部売ったことあるわ。移動移動。わらわら。どうしようかな。回復でもこんないらんやろ。あ、お金がない。売却してもなぁ。5000円かぁ。絶対5000円も、俺使わないと思うけどな。5000円じゃないや。医療パック代よりは、使わないと思う。5000円の方がよっぽどいると思うわ。まあ。まだ。ラインガンの弾はどこに売ってるんでしょうか。まあいいや、取っとこう。ちょっと待って。本当に探り探りなんで。これもいらない。これは、拾えるだろ。よーし。行くぞ。一面クリアー。ということでね、皆さん、デッドスペースいかがだったでしょうか。いやー、面白かったね。は？は？
白かったわ。久しぶりにちゃんとした FPS やったわ。ってことで、なんかいるんだけど、ちょ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 、暴れてますけど、なになになに、大丈夫よマッコイ、彼はここにいるわ。いやいやいや、これ何これ。おかしいよなこれ。魚かな、まさかな。これは明らかなバグやな。おおお。ピッチピチやぞ。青汁みたいになってるもん。キニスモジュール。ん？ニュースを使えば物体を動かしたり投げたりできます。どうやんの？お。ん？掴んで、ぽい。掴んで、ドーン。ここら辺からもう操作がわからなくなってきました。あ、ここにもストアがある。魚で遊ぶのはやめてください。魚だってなぁ。生きてるんだぞ。痛覚を感じないだけで。魚さんだ。アイテムを拾ってストアにアイテムを追加しましょう。なんで？火炎放射器。あ、これ DLC か。これ GOTY 版なんで、DLC のアイテムがダウンロードできるんですね。ダウンロード。買う権利が得られるんですね。すごい、嘘みたいに安い。たったの1万1000円だ。おう。アイザーク、そこにいるが、我々襲撃を受け、ケンドルが消えた。目を離した次の瞬間にはもう、我々にはまだできることがある。隊長のリグコードを私のところに持ってくるんだ。ボム。バリケードを吹き飛ばせ。わんない。ジバニアが すごすぎて。またストアがあるよ。ここら辺なんか、すごい、あれですね。お店いっぱいありますね。競合店がいっぱいあって、激戦区になってるな。全部セブンイレブンみたいな。なんでセブンイレブン同士でこんな近くに置いてあるのみたいな。そういう時ありますよね。あるよな、そういうところ。あるよな。なんでこんなにファミマいっぱいあるの？ただやっぱお菓子買うならセブンイレブンが最強なんですよね。2番目がローソンですね。どっちから行こうかな。ここでマップを見ずにこっちだーっつって適当に行くのが醍醐味なんですね。もう一つの発射モード知ってます。遅いんだよ説明が。俺より情報が。うちの地元も駅中にファミマ、駅出るとファミマ、踏切渡るとファミマ。今日はどのファミマにしようかな。
自由度が高いな。こうやってこう。研究室。嫌な響きだ。もう二度と研究室に戻りたくない。ん？あ、ラインガンの弾か。びっくりした。人体模型くん。手あげろ。まあ、手なんてないんですけどね。ん？ちょっとなんか、一歩間違ったら、バンの予感がするんで。そのうち一件が昨日でエンドしたからローソンかイレブンでも入らんかなと。マジか。入ってほしいね。ミニストップでもいいんだけど。ん？もう始まってる。まあ、激辛、チートス激辛マニア味っていう、この世界に現存するスナック菓子の中で最も美味しいスナック菓子があるんだけど、それが売ってる場所が唯一ミニストップだったんで、行って遠距離攻撃とは。ラインガン使おうぜ。バシュッ。ハバネロスナックよりやばい感じ？ハバネロが柿の種。激辛チートスは多分スナック菓子の中で一番辛いと思う。でしかもめっちゃうまい。辛いとさ舌が痺れるからさ、あの味感じなくなるんじゃん。苦く感じるじゃん。そこもちゃんと考慮した味付けになってるから超うまい。けどあまりの辛さに発売終了。ピリピリに痺れて冷やや汗かくやつか。うん、一袋食べきれないね。うん。だから逆にコスパがいい。四分の一くらいで、うん、今日はもういいかなってなる。俺以外はな。100% 次の日お腹壊すから。またお会いいたしましょう。テストの前の日には食べないっつって。固く誓ってたわ。一週間くらい、三日くらいかな。食べないぞ。よし、じゃあ次枠あたりね、ラストにするか。バシュッ。ん？バーン。おつ。胃腸弱い方ですか？そうでもないですよ。あんなもの食ったら 100% お腹壊すだろ。いや、一応弱いわ。ごめん。弱いけど。激辛チートスは誰が食ってもお腹壊すから。全然怖くない。全然怖くないな。